ルクシスツインターネットアーカイブとは、マルクス主義者や社会主義者、アナキストその他などの著作をインターネット上に集積した多言語的公文書サイトである。またそのサイトを管理するボランティアベースの非営利団体を指す。1990年に設立され、アーカイブは現在世界中のマルクス主義的デジタル著作物の大規模な賛成者の一つとなっている。 日本語ではマルキストインターネットアーカイブと呼ばれる。マルクシスツインターネットアーカイブの先駆けは1993年に設立されたマークス・エンゲルズアーカイブである。アーカイブは1990年に作成された。インターネット上のニックネームがゾディアックであることのみ知られている人物が マルクスやエンゲルスなどのマルクス主義の著作を電子テキストに転写し、集積することを開始した。1993年、集積した文章を初めてウェブサイトに投稿した。参加したボランティアらは、主となるアーカイブをルフし、ミラーサイトを作る手助けをした。しかしながら、主なウェブサイトとそのミラーサイトは、いずれも学術組織のウェブサーバにホストされており、 1995年の終わりまでにほとんどすべてのサイトは閉鎖された。1996年までに w e b サイトマークス o r g が商業 ISP 上にホストされた。このことはボランティアらの活動の増加によるところがある。しかしながら次の数年間には w e b サイト上で作業に従事するボランティアと プロジェクトとドメイン名の統制を維持するゾディアックとの間に亀裂が生じたことが明らかとなった。アーカイブの代償が拡大した際、ゾディアックはマルクス主義の種別を多様な文化に解放することは、セクト主義に向かい、後に引けなくなるのではないかいうことを恐れた。テキストを転写していたボランティアらは、いかにアーカイブを構成し、稼働させているかについての発言がないことに憤慨した。 1998年初頭、ゾディアックは、マークス .org をその原点に、戻すこと、そしてマルクス、エンゲルス以外の他べての著作を削除することを、決心した。1998年7月、ボランティアラはマークス .org から、ファイル、アーカイブを転送し、現在のマルクシスツインターネットアーカイブを開設した。これは、結果として、 活動の活発さが増大するとともに、アーカイブの対象拡大につながった。マークス .org については、ゾディアックは1999年に閉鎖し、2002年には、ドメイン名の維持も放棄し、MIA がそれを購入した。ボランティアグループの貢献により、MIA のウェブサイトは、開設初期の頃に比べ劇的に変化した。2007年までに、 33カ国62人のボランティアを要するようになり、600人の著者からなる5万点以上の著作を45の言語で提供するようになった。今日では MIA はマルクス主義者だけではなく、非マルクス主義者の著作のための保管書と認識されている。本サイトは、クるクワールドキャットカタログに掲載されており、ダイエート書館やアイルランドのユニバーシティカレッジ、 多ークのような組織にも一部選択されて収蔵されている。政治的思考のある多くのインターネットサイトがそうであるように MIA は悪意ある外部からの攻撃に対する問題が負担としてのしかかっている。2006年11月からは MIA はサーバの OS のご設定による脆弱性を狙った深刻な出す攻撃に幾度も直面した。2007年1月には 攻撃によりアーカイブの大部分は機能不全に陥り、ボランティアらに CPU の問題解決を託された。攻撃に参加したシステムの大部分が中国に設置、または中国の機関に属していることから、攻撃が中国政府からの政治的意向や指揮によるものではないかとの憶測を呼んだ。攻撃の深刻さが、 他のホスティングの問題にも影響したため、これにより、MIA の主要サーバーといくつかのミラーサーバーは、2007年2月から3月にかけて、数週間閉鎖されることとなった。後日、この問題は解決するところとなった。MIA は、運営委員会により統制されている。著者の分類、規約の改正、財政に関するすべての問題や、その他類似の案件について、委員会は、 決定を行う。アーカイブの管理グループは、無償のボランティアからなり、MIA の複数のセクションにおける追加的な責務を、担っている。MIA は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州の法人組織であり、米国内国際入法典501による、非営利団体として、内国際入庁に登録されている。MIA の設立認可証によると、MIA のコンテンツは、 常時完全にフリーであることを要求されている。アーカイブに収録されているすべての文書はパブリックドメイン GNU フリードキュメンテーションライセンスによる許諾、または著作権者の許可のもと利用するかのいずれかを選択される。MIA のボランティアにより作成された任意の著作物はクリエイティブコモンズアトリビュートシェアライク s 2.0ライセンスに従う。MIA は 米国、フランス、イギリス、ドイツ、ロシア、オーストラリアにミラーリングされているウェブサイトは主にカリフォルニア州に設置されているサーバが受け持っており、5つのミラーサーバが存在する。2台は米国に、2台はヨーロッパに、そしてさらにオーストラリアに1台存在する。ウェブサイトの文章を含んだ CD、DVD アーカイブもまた販売されているが、 複製された文書の多くが、毎年無償で開発途上国や、低開発国の個人やグループに反布されている。また、インターネットへのアクセスが限られている、もしくは法外な費用がかかる、インド、ネパール、スリランカ、パキスタン、南米地域に、アーカイブの CD 版向けの地域的、反布ネットワークもを構築している。これらの手段は、 アーカイブの文書へのアクセスを容易にすることを意味するだけではなく、アーカイブの連続性を確保する手段としても意味のあるものである。彼らが述べるように、もしアーカイブが巨大出版企業や政府により閉鎖させられたならば、実質的に追跡不可能にしたまま、内容が完全に無傷で、その情報が世界中広くばらまかれる。 ということは素晴らしいことである。CD、DVD アーカイブの販布に加え、2008年からは、MIA は、マルクシストインターネット、アーカイブパブリケーションズを立ち上げた。同組織は、2010年11月時点では、哲学、社会史、ソビエトの心理学やソビエトの教育学における7、タイトルが出版されていた。 同組織はそれらの書籍をエアリスローズプレスを経由し反布している。ウェブサイトの大部分の文書は HTML フォーマットでドキュメントスタイルは CSS に依存する。PDF は時折使用されるが、とりわけコンピュータフォントや OCR ソフトウェアが未だ利用可能ではない言語向けに利用される。アーカイブのマークアップとスタイルはセクションによって異なり、 ボランティアの作業に依存するところが大きい。しかし、すべての文書は共通の基本文書テンプレートに基づいて作成される。アーカイブは特定の歴史的話題にもっぱら向けられたセクションが含まれており、例えば、ソビエト連邦やパリコミューンの歴史、哲学といった広範囲な主題を持つものが挙げられる。また、マルクス主義の用語定義や短い電気、 歴史的文章を含むエンサイクロペディア・オブ・マルクシズムと呼ばれる参照セクションも含まれる。MIA はまたいくつか非英語向けセクションにも区分けされている。2011年3月時点では MIA ウェブサイトは48の言語で書かれた文章を含めている。各非英語セクションは主たる英語セクションの基本的構造を大幅に時間をかけて 複製することを意図されているが、事実、これらのことが、アーカイブのサイズと対象を大きく変化させている。これらアーカイブのいくつかは、マルクスやエンゲルスの文章をたったに3収録しているだけだが、一方、他のアーカイブはより拡大している。例えば、中国語セクションは、マルクス、エンゲルス、レーニンの著作を完全に収録した。ありがとうございます。